皆さんこんにちは、おゆきチャンネルのおゆきです。今回はパニグレ開発元の新作名調の紹介動画になります。クローズドベータテストは PC とスマホで4月25日から開催されます。一足先に名調を遊んでみて、これは動画として紹介したいと思ったゲームですね。ポイントはいくつかありますが、一番いいなと思ったのは本格的なバトルです。やっぱり実際に操作してみてどうだったのかっていう感想やプレイ映像って大事だと思います。ゲームの特徴としてはスムーズで爽快、気軽にプレイでき、かつ無限の可能性が広がる戦闘システム、難しすぎるバトルに挫折してほしくない、同時に独特な操作体験の楽しさを届けたいっていうのがバトルのコンセプトみたいです。実際に操作してみてコンセプトのこだわりを感じました。名調を全く知らない人にも分かりやすく紹介したいので、名調の専門用語とかはとりあえずなしにして、簡単にゲームの特徴を実際のプレイ映像と合わせて紹介していきます。パリ、敵が攻めてくる瞬間に攻撃を行えばダメージを完璧に回避し、次の攻撃を強化することができます。コンボ中に敵の攻撃でコンボが止まってしまうってことはどんなゲームでもよくあることですが、狙っていない時に発動するパリーが爽快で、まあ、それで大ダメージを与えた時はなんかゲームが上手くなったような気がしてすごく気持ちがいいです。パーフェクト回避、敵が攻めてくる瞬間に回避を行えばバレットタイムに突入し、次の攻撃に突進を追加できます。ボスはそれぞれ数十パターンの攻撃モーションが用意されていて、何度か挑戦しているうちに回避で火ダメを抑えつつクリアできた時って嬉しいですよね。回避が成功した時のエフェクトが分かりやすくて癖になります。連携攻撃、パワーゲージが満タンになれば仲間を召喚して連携攻撃を行うことができます。連携攻撃はすごい奥が深くてやり込み要素の一つだと思います。例えば同じ属性の連携はこの効果、違う属性の連携はこの効果、その中でも特定の属性の連携はこうとか、さまざまな連携があって遊び応えがあります。空中技、それぞれのキャラには独自の空中擬態系が存在しコンボにつなげることができます。鍵縄での空中移動は探索中にもよく使うので、難しそうに見えて能動的に空中コンボにつなげることができます。浮遊している敵も出てくるので攻撃面と防御面どちらにも使えるのが魅力的です。独特なシステム、恩返し、この世界の怪物を倒せばそのスキルを習得できます。敵を倒すと一定の確率で恩返しがドロップし、プレイヤーはそれを吸収すると恩返しスキルを獲得できます。恩返しスキルはいろんな場面でプレイヤーの力となり、探索および戦闘の大いなる助力となります。名調の戦闘システムにおいて全てのプレイアブルキャラは通常攻撃、共鳴スキル、必殺技の共鳴解放の他にそれぞれのキャラ特有の仕掛けが存在します。例えば傘下の場合、攻撃を長押しするタイミングを通じて特殊な銃撃を放ち、傘下のスキルおよび大技によって残されたクリスタルを砕き起爆させることで敵に大ダメージを与えます。共鳴スキル、普通のスキルと強化したスキルがあり、通常攻撃によるスキルゲージが満タンになれば強化スキルを使用できます。共鳴解放、キャラクターによって異なる必殺技です。以上を踏まえた上で実際のボス戦闘シーンをカットなしで紹介したいと思います。まあ、一つ注意点なんですが、名調をやり始めてまだそんなに経ってないので、まあ、すごい下手くそなプレイやと思います。まあ、ただその下手くそなプレイでも、まあ、初心者がね、まあ、名調をやるとどんな感じになるのかっていうのをねちょっと見てほしかったですね。ちょっとすごいね楽しいんですよね戦闘が。まあ、特に、まあ、雑魚敵よりやっぱりボス戦の方が楽しいんで、もう私はこの下手くそなプレイをね晒していきたいと思います。いや、面白いよな、ボス戦。使ってるキャラクターは、このキエンっていうキャラクターと、シカっていうキャラクターと、白蓮ですね。編成についてもね、
まあ相性とかも多分あると思うんですが、その辺は全く分かってないです。で、いきましょう。このボス強いよな。これが回避ですね。で、カキーンっていうのが、カキーンっていうのがパリで、これが恩返しスキル。うん、これは3回ぐらい多分やってるかな。溜まってますね。これで交代で連携と、でこれで必殺技、でいいですね。これが E の強化スキル。おっ、あ、このキャラクターまだ全然使い慣れてない。いや、面白いですね。何も喋ってないけど面白い。一応空中的な登ってドーンみたいなのもねできます。で、鍵縄使ってドーンみたいなのもできます。おっと、俺はそれがしたかったんじゃないけど。で、これはね、遠隔攻撃でこういう感じでもできます。おっと、そんなこと言ってたら、おい、やっぱ必殺技使いたいな。あ、今使えるね。今使えるんやけど、まあ使うか。これすごいかっこいいです。この竜を召喚、竜をね、渦巻いてる竜みたいなの出して、まあ、攻撃します。めっちゃかっこいい。お、すごいですね。フルボッコ。タコ殴りですね。タコ殴りタイム。いいですね。これは、あ、これようわからん。これ全部避けれるんかな。無理か。あー、まあタイミング次第ではいけるんかな。あー、難しい。このやっぱ回避気持ちよくないですか、これ。で、これが恩返しスキル、かっこいいですよね。まあ、敵吸収してってやつですね。せっかくなんでこっちの技も出したいな。出そうか。おお、いいですね。美しい。めっちゃ冷めてくるやん。せっかくなんで決めていきましょう。うん、決めたいけど、あー、まだ来る。あー、勝ちましたね。いやー、まあこんな感じになっております。まあね、さっきちょっと倒したんで2回目ですね、これが。まあ2回目でもけど、ちょっとずつ上手になっていくのがすごい嬉しいですね。それではバトルの紹介を終わりたいと思います。ここからはゲームの世界観やアートスタイルについて紹介します。名調はリアリティにこだわった破滅と再建、探索と暴爆がテーマとなっていて、不可逆の世界ルールに翻弄された人類が自然や他の人類、そして外来生命体と戦いながら生きる物語です。世界を探索しながら徐々に世界を知り、名調の真相を明かす、そんな世界観ですね。
アートスタイルは開発者の終末 SF に対する全ての想像が詰まっているそうで、統一性のあるアートスタイルにとてもこだわりを感じます。ゲームを始めたばかりでも終末の雰囲気が感じ取れました。メインストーリーに沿って進めるのもいいですが、自由に探索することができるのも魅力の一つですね。プレイヤーは漂白者となり、性別を選ぶことができますが、見た目がいいですね。私は女性の漂白者を使ってましたが、男性もすごいかっこいいと思います。他にも短金、キエン、白蓮、シカ、ヤンヤン、アンコなど魅力的なプレイアブルキャラがたくさんいるので、気になる方は概要欄にある公式ホームページやツイッターをフォローしてみてください。それでは名調の紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。